皆さんこんにちは、神谷絵里でございます。今日は7月の23日、実はですね、私事でございますが息子の誕生日でございます。息子はめでたく今日で14歳になりました。もう身長も175センチを超える感じで、もう本当に見上げるようになったなと思ったので、あっという間にこのサイズになりましたが、ね、このまま順調に背が伸びてくれるんでしょうか、それともまあここまでなんでしょうかまあそれは置いといてですね、もう本当になんか昨日なんか何時ぐらいに生まれたのとかっていうことを息子に聞かれたりとかして、ふと思い返してみました。深夜の1時半過ぎだったと思うんですよね、生まれたのが。その前から入院して、本当は22日に生まれる予定だったんですけどもね、22日がちょうどですね、なんかその月のスーパームーンかなんかだったのかな。それでなんかやっぱり月のその満ち欠けが人間のこう生命の誕生にもなんか大きく影響するみたいですね。いろんな人間のバイオリズムにもこう影響してくるっていうのを聞いたことがあって、ほらよくね、狼男が満月の夜にとかそういうことなんでしょうかね。そんなですごいお産がね多かったんですよね、22日。でも私もご多分に漏れず22日に病院に入って、その日のうちに産めるかなと思ったんですけど、まあなかなかね出てこなくて、で私無痛分娩にしたんですよね。でまたもうこの無痛分娩っていうのもね、もういろんな説があるじゃないですか。やっぱり麻酔を使って分娩するのはやっぱり体に良くないからっていう説もありますし、まあ欧米では割とこう一般的な方法となっておりますので、いや無理してそんな痛いっていう思いをして産まなくてもっていう、そういう意見とまたこう相反してですね、お腹を痛めた子でないとっていうね、日本のこう昔からのなんかこう慣例みたいな、習わしというか言い伝えというか、なんかそういう概念というか、そういうものがあったりするわけですけれども、まあそんな中で、でも私ね本当に痛みに弱いんですよ。だからもうこれは私がの前歯を作ってくださった福岡歯科の西原院長もよく分かってると思うんですけれども、まあとにかく痛みにまあ敏感で、とても痛みに弱いので、私もその十月10日ですね、妊娠してからずっと検診で伺う赤枝先生という先生にお世話になったんですけれども、赤枝医院というのがあってね、でそこが唯一私が住んでいるところの近くで無痛分娩をしているところだったので、そこを予約しまして、人気のところで最後の一枠だったみたいな、なんかそんな感じだったと思うんですけれども、それでまあその十月10日ずっとその赤枝先生に見ていただいた間もですね、まあちょいちょい採血があるんですよね。まあ検診あるじゃないですか。でだんだん生まれるのにこう従ってだんだん間隔がこう短くなっていってみたいな感じで、ちょいちょい血抜かれるんですよ。でも私本当注射とか超苦手で、でも当然耳にも穴開いてないし、もう体内に針が入るっていうだけで前日の夕方ぐらいからブルーなんですね。でこう本当に先生、この注射のぬる麻酔っていうのはないんですかとかって言ったら、いやそれは粘膜に使うやつだからねとかって言われたりとかしてですね、で赤枝先生がまあ考えに考え抜いて、僕もちょっと自分なりにプランを立てましたと。私がとても痛みに弱いことをこう考慮に入れて、それで分娩スケジュールっていうのを組んでみましたと。まあ、要は無痛分娩というのは脊髄のこのね、こう背骨のちょうど横のところに管を入れてですね、そこから、麻酔を少しずつこう足していくというような、麻酔の量をコントロールするっていう。でそのじゃあ麻酔が入ったから眠っちゃうかというとそうではなくてですね、痛みの部分だけをブロックして、でもこう息んで産むっていう、この普通にこう帝王切開ではなくて分娩するっていう方法なんですけれども、もう本当にその前駆陣痛って言って、本ちゃんの陣痛の前にね来る前駆陣痛っていうのがまあまあ痛いんですよ。でも多分それに耐えられないと思うと。
だからもうその前駆陣痛がもう来るかもっていうところでもうあらかじめ管を入れてしまって、もうそこから麻酔を少しずつ入れて痛みをブロックしていくって方法はいかがでしょうかって、いやそれはいいですね、ぜひお願いしますなんて言って、それで入院したんですけど、その痛みがだん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 こうひどくなってきて、あもうこれちょっといよいよですよみたいなことになった時に、じゃあお薬入れましょうって言って、分娩室にね連れて行かれて、背中がぽっかり開いた服を着せられ、エビのようにですね丸くなって、背中に管を入れてもらう体制になったら、分娩室2つあったんですけど、隣の分娩室でなんか緊急帝王切開かなんか入っちゃって、で私の部屋にいた人たちみんなそっち行っちゃったんですよね。私背中がぽっかり開いた服を着たまんまエビのような格好をしてですね、分娩台の上で痛みにあえぎ苦しむというそういう時間がございまして、で皆さん帰ってこられた頃に私の人格もすっかり変わっておりまして、もうなんか一体何してたんだみたいなほっとくなみたいなことになってですね、それでいやそう言いますけどね、これね、前駆陣痛って言って本物の陣痛はこれの10倍は痛いですよって男の先生が言うんですよ。それで私なんか切れちゃって、いやあんた男でしょみたいな、医者かもしんないけどそんな経験したこともないのに軽々しく言わんでくれみたいなこと言い出しちゃって、もうなんか本当多分ね来てほしくない妊婦の多分ブラックリストの絶対5位以内には入ってる自信があるんですけど、まあ、それで散らかしてですね、で、まあ、結局その無事に管を入れていただいて、で痛みをコントロールしていただいたおかげで痛みはなかったんですけれども、まあとにかくしびれるんですよね。ですごく不快なしびれっていうのがあって、まあ、その間もこう陣痛の来てるのがこうグラフでね分かるんですけれども、まあ、それでいよいよっていう時にこう私どん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 熱が高くなっていってしまって、で、まあ、結局その人間ってサウナの中ずっといるわけにいかないじゃないですか。でも、まあ、私が測って38度ぐらいになってるってことはもうお腹の中40度みたいな、なんかもうそういう感じになってるらしくて、もう子供の心拍がもうどんどん弱くなってきてしまったので、子宮口10センチ開いてからお産なんですけれども、もう9センチしか開いてないですがもうお産にしましょうっていうことで、それでお産が始まったんですよね。で、まあ、当然まあ、微弱陣痛って言ってたかな、まあ、陣痛が弱いんですよね。でもうちょっと最後じゃあお手伝いしますねって言って、なんか言葉は綺麗だったんだけど、要するにお腹の上にこう乗られてですね、でよいしょっつってこう押し出してもらう感じですね。でやっと誕生したんですけれども、もうなんか息してなくて、それでなんかもうなんでしょうね、紫色とあとお腹の中でなんかうんちをしちゃったらしくって、なんか緑色なんですよね赤ちゃんの最初のうんちって。でなんかこう緑色の液体をまとって紫色の塊みたいなのが出てきて、なんかものすごいものを産んでしまったってなって、それで急いでなんか裏の方に連れてって、こうなんでしょう、こう何治療じゃなくてなんかこう管をね入れて気道をこう確保する、息ができないので、それで やっとなんか産声がこう弱々しい産声が聞こえてきたのが私の息子の誕生の瞬間だったんですね。でも本当にまあよく生まれてきてくれたなと思いますし、私はねそうやって麻酔を使ったので痛みっていうのはなかったんですけど、あれ子供って絶対痛いはずなんですよね。いやいやいや、だって覚えてないしって、いや覚えてないから耐えられるというかやっていけるんじゃないかと思うぐらい、おそらくものすごい痛みだと思うんですよ。母が感じる痛みとはまた別の、だって頭蓋骨をねこうやってずらしてこう生まれてくるっていうじゃないですか。でいくら柔らかいとはいえもう絶対に死ぬ気で生まれてくるんだろうなと思いますし、本当に生まれた時にですね健康で無事に育ってくれれば本当にいいなって、もう何でもいいなって思ったんですよね。ところがもう本当子育てってしていくと、でまあ今日で息子14歳ですよね、まあ、14年育てていくとまあまあいろんな欲が出てくるわけですよ。
なんかね、やっぱりみんなと同じように学校行ってほしいだとか、なんかじゃあなんか学校って自分にとってどんな場所だったかなって考えると、私にとってはやっぱり友人との出会いだったと思うんですよね。そこの中で正直その社会に出る前のこう団体生活だったりとか、そういう人との交わりみたいなものをなんか覚えたかって言ったら、私全然できてなかったと思うんですよね。実際にそれは社会に出て本当になんか厳しい言葉で、あの赤の他人の人たちにこう言われなきゃわからなかったことっていうのがすごくたくさんありまして、なんか私はもう本当にそっからだったんですよね、いろんなことが分かったのが。だからなんか私にとってそんなに、学校ってっていうのもあるんですけれども、それでもね、なんかこう、まあ、ちょっと友達とのね付き合いとかっていうのはなんか大事だからななんて思ったりもしたり、あとね、こう別に勉強もできなくていいとは思うんですけれども、あのちょっとあまりにもやらないのはこれはどうなのかとか、あのこういろ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 こうね、こうしてああしてもっとこういう風になってほしいみたいな欲っていうのがいろいろ育ててくると出てくるんだなと思うんですけれども、なんか一つ一つですね、最近になってからはなんかそれをこう一個一個眺めては、これいらないんじゃないのかなとかって言ってポイッとかしながらですね、子育てに正解はないってよく言いますけれども、なんか自分でうーんって、ね、煮詰まった時にはもう健康でいてくれればいいって思った自分が最初だったじゃないかっていうところにね、なんかこう立ち戻るようにしています。そんなわけで今日もありがとうございました。